って脳がね、アップだ。KTV をご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。公認会計士の深見です。お笑い芸人のふみです。カブトムシゆかりです。はーい、どうもです。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。準レギュラー、我々も準レギュラー。そうですね、準レギュラー、レギュラーです。ありがとうございます。はい、今日はすごい組み合わせですね。そう、タレント2人来てますね。はい、完成か。はい、よくなってきましたね、 KTV もなんか。あ、よくなってきましたか。素晴らしいタレントがね、いっぱいパワーが。フーミンはもう前からね、だいぶ前から出ていただいてるんで。だからフーミンが結構出たんですけど、チャンネル登録数が伸びないと。そういうことだね、はい、あのやっぱりね。カブちゃん出たらもうグーンと。いやいやいや、ダブル、ダブルの、あの、ダブルの、はい、ダブルの、何度狙ってますんで、我々は。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、本日なんですけど、はい、お悩み相談室です。お悩み相談室、はい、パート2ですか。パート2ですか。あ、でも一番の悩みはですね、はい、今フリーになって、はい、今の仕事で食べれてることって結構、やってたら結構素晴らしいことじゃないですか。すごいと思います、本当にそう。運が良かったなって思うんですけど、だって1日、はい、僕ステージに行ったら笑い行って、はい、5000円とかですよ、ワンステージ。それでまた引かれる、自分とかにも帰ってくると2000円とかそういうレベルですよ。交通費出ないです。交通費出ないですし、それ時間とかもお弁当もカピカピのなんかなんかどこの魚か分かんないようなフライパンですけど、そういう世界なんですよ。でもその中でカブちゃんは今ちゃんと生活できてるってことは素晴らしい。まあ、でもそれも今やっぱりパチンコタレントみたいなのをやらせてもらってるんですけど、はい、その仕事があったからこそ多分虫のタレントもできてたって、はい、続けられてたっていうのがすごい支えてもらってる世界があるんですけど、はい、2020年のオリンピックがあるということで、はいはい、ちょっとやっぱり正直仕事が減ってきてると実感。なるほど、ね、それはでもなんで減っていくんですかね。やっぱり警察の規制が入るというか、やっぱ社交心はおっちゃダメだよみたいなのとかの規制がどんどん厳しくなっていて、これから海外の方が日本に来るじゃないですか。そうなった時に、まあ、手前そうですね、はい、弾を出しているところは何なんだってなりますもんね。そうそう、はい、っていう感じで一時的になのか、うん、このままなのかわからないんですけど、私はちょっと正直2020年乗り越えられるかなっていうのも不安なところであるので、このままこの仕事を続けるかどうかはちょっとまだわからないと、はい、もう今のうちに、今はもう今だけを見て今のうちに節税して、残す、貯金をする、大事ですよ、大事です、大事です、それは。まあでもいろいろね、そのパチンコがそうになってきたとしても、はい、競馬とかギャンブル系のね、やっぱそうですね、競馬カブちゃんみたいな、はい、ああ、馬ゆかり、馬ゆかり、競艇ゆかりみたいな、はい、あるじゃないですか、はい、いろいろ競馬とかになった時の税、はいはいはい、っていうのはあるんですか。どうなんですか。そうですね、まあ、基本的にその事業としてやってるかどうかっていうところはまた全然違ってくるんですよ、はい、大野さん、先生の顔が僕ね、あの大野さんとそうなんですよ、大野さんに対して真面目な話すると、はい、どうせニヤッとするんですよ。で、僕もニヤッとしだしてお互い笑っちゃうんですよ。仲良しなんですね。プライベートが撮ってる時で、今ちゃんとしたこと喋ってたんですけど、うん、いつもまといてなことを言い始めることから、あ、たまにある、たまにある、たまにある、そんなことないですよ。たまに、なんか全然関係ない話する時もあるし、単語でのボリューム高くなるとか、そうそうそう、さっき言ったよなってこと、また同じテンションで言ってる。いや、テンションないですからね。でも今はそれを思い出しちゃったわけで、今は、なるほど、なるほど、はい、競馬のことをお願いします。はい、そうですね、もう何の話するか忘れましたけど、ギャンブルの話です。まあそれを事業ですると、まあ事業所得っていう形になるんですけれども、まあ事業所得にすると、ギャンブルで買ったお金、まあ売り上げになりますし、まあ使ったお金は経費になりますと。で、またプライベート、宝くじとかもあると思うんですけども、宝くじ買ってます。買ってますか。買ってます、私も。はい、買ってます。ナンバーズとかやってます。なんでそんな、みんな宝くじ人気なんですか。はいはい、いや、どうにかしてね、なんかこうスロ
本当打ってて、たまに13万分の1のフリーズとか引くじゃないですか。確かに、はい、それ引けるなら宝くじ当たるくないって思っちゃって宝くじ買ってるんですよ。なるほど、まあ、フリーザなかなかね、買わないですもんね。フリーザなかなかしないですよ。口を見たそれ謎の、何回だったんですか。あ、ゴートだね。なるほどですね。ガッて、あ、どうだね。それはね、我々はね、はい、そう、それで生きてますから。そうですね。なんでこの話になったっけって思ったら、宝くじの話だった。そうですね、戻しましょう。で、プライベートやるとまた所得の種類が変わってくるんですね、はい、まあ、宝くじとか競馬とかギャンブルで当たったお金っていうのは一時所得になります。はい、はい、一時所得、意味わかります？字とか一時所得は、1って書いて、お次って書いて、次か、ちょっと惜しいっすね。ことことでもないですね。時間の字。あ、そうです、そうです。あ、おー、ふみさんね、漢字めちゃめちゃ弱いんですけど。あ、一時的に書いて、そう、一時的に。あ、なるほど。一時の所得なんで、一時所得っていう形で処理する形になるんですね。はい、はい、それが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 、はい、所得になる。例えば、はい、じゃあ、競馬で話していいですか。はい、競馬でじゃあ1000円買って、はい、馬券を、はい、それがじゃあ1万円当たりました、はい、ってなったら、事業で私やってますってなったら、どういう申請をするんですか。金額が、まあ、1000円とか1万円とか少額であれば、正直申告する必要はないです。うん、所得ベースでいくと50万ですかね。50万以上であれば、申告する必要があります。50万円利益が出てる。はい、まあ、皆さんプライベートで1万円ぐらいは使うと思うんですけど、そういった場合は申告する必要ないんで、その安心してプライベート楽しんでいただければと思います。じゃあ1000円かけました、はい、これが500万円になって書いてます、はい、この時はどうするんですか。申告いりますね。いや、はい、逆に500万円負けた時に申告したら、はい、できる、はい、それはできないです、はいはい、すごい気になることがあって、まあ、そのギャンブルとは違う話になっちゃうんですけど、はい、まあ、パチンコこのまま大丈夫かなって思って不安になってちょっと血迷って、はい、すごい勧められてトルコリラを買ってたんです。なるほど。トルコリラ、はい、トルコリラ、はい、トルコリラっていうことで買ってたんですけど、はい、まあ、ある日ですね、モンハンを売ってたんですよ。モンハン、モンスターハンター、モンスターハンター売ってた時にすっごい電話が鳴ってて、はい、でも私はその時すごい出てて、もう無視してたんですよ。もうそうなんですよ。めっちゃかかってくると思ったんですけど、そうこうしてるうちに2時間後くらいに、はい、ロスカットされましたっていうメールが届いて、はいはいはい、すごい悲しい出来事があったんですけ ど、はい、でそれはそもそもこれで成功したら、まあ、こんなバカでもトルコリラならプラスになりますみたいなセミナーをするっていう手前、はい、終わってしまった場合、しし、ね、はい、損害って経費になるんですか。MX はまた所得の種類が変わりまして、はい、まあ、雑所得っていう分類になるんですよ、はい、負けてる分には申告はいらないです。いらない、できない、はい、でも経費にはできないです、はい、それは自分はただ悲しいってだけです。あ、ちょっと悲しいだけ。もしその他で利益出てるとしたら、それは付けられます。儲かった利益と損した、はい、あ、そっか、利益がないと。そうですよね、ぶつけれないですね、はい、あ、じゃあカメハメハ打ってて、カメカメハ、カメハメハ、カメハメハ打ってて、はい、あっちからギャリックホン打ってってくんないとぶつけられないです。そういうことですね。ただ打ちっぱなしはダメで、打ちっぱなしはダメなんです、はいはい、じゃあもうなんかあれです、ね、すごいですね、ちょっと例えばやっぱ尊敬しますね、やっぱり怖いゲーム、怖いゲーム、はいはい、まあそれです、まあ、悲しいだけです、ね、悲しいだけで、じゃあ私は、はい、そうですね、まあ、でも他にまた FX やられて利益出たら、まあ、それとつけれるんで、あ、はい、じゃあどっかで利益を出してみる。それはでも FX で利益出さないとダメってことですね。じゃあパチンコでめちゃめちゃ利益出す、雑所得と、だからあと今流行りの雑所得ですね、はい、はい、仮想通貨もそうですし、はい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 、雑所得で出たらぶつけてます。雑所得同士をぶつけれるってことですね、はい、あ、パチンコは雑所得ですか。パチンコも一時的に入ってるんで、まあ、その儲かったやつは一時所得になるんですけど、まあ、雑所得でも処理しようと思ったらできると思うんですね、まあ、それはでも事業でやるのが一番いいですね、やっぱり経費に入れる範囲も広いんで、まあ、そういう意味ではやっぱ事業でやるのが一番いいかなと。事業にするとじゃパチンコ店に赴く交通費も経費になったり。そうです、そうです。あ、やっぱり一時雑より完全事業の方がお得ですね。なるほど、はい、なんで、まあ、できる限り事業としてやれた方が、まあ、個人でやられる上ではいいかなというところですかね。カジノとかはどうですか。
カジノもほんまやっぱ申告いりますね。あ、でも僕らあのカジノね、海外で行っても全く申告せずに帰ってきますけど、はい、でそもそも勝てないですから、ね、それこそ勝てなかったら所得がないから、そうです、そうです、トルコリラと同じことですから、そうです、そうです、もうそのまま自分のポケットマネーが払いましたっていうので、はい、完結しちゃう。カジノプロでやられてる、事業としてやられてる方もいると思うんですけど、はい、ラスベガス行ったりとか、ね、はい、まあ、そういう人とかは交通費とかも事業所得すれば経費になる可能性もありますし、うん、はい、なのでやっぱりその事業でやるか事業でやってないかどうかっていうのはやっぱり範囲が全然変わってくるんで、なるほど、どう思われる、息ぴったりだどうぞ、どう思われますか、どう思われますか、どう思われますか、あれなんて言う、どう思われますか、どう思われますか、あれカジノってじゃあ日本にできた場合行って、はい、換金できるんですか、それその3点方式的な話経費みたいなことになってくるんですかね、かもしれないですし、でもそこはちょっとわかんないですね、はい、わかりました、カジノについて調べてください、はい、カジノ一体いくらくらい使うんですか、カジ先生は。僕でも、はい、去年ですかね、去年ラスベガス行った時は言うて10万ちょい使いましたね。もっと使ってくださいよ、やっぱりあの先生がもっと使ってました、ね、あ、そうか、800万くらいですか、800万基本負けるんですよ、もう。あ、そうなんですね、そうですね、まとめてもらっていいですか、まとめてもらってもらえば事業ですね、はい、事業としてやる必要があると、うん、何かそのやっぱギャンブルの方がやっぱりその個人的なその経費とか考えた時にはやっぱり範囲が広いんでお得になるかなっていうところですかね、うん、もう利益を出さないとそもそも損害というか経費も、そうですね、その事業としてやってなかったらやっぱりそれは損でおしまいで、他の利益があって他の損失があって利益をぶつけられるんで、はい、なるほど、わかりました、はい、ありがとうございます。ちなみにそれ内部通算って言うんですけど、内部通算、ぶつけるぶつける言いましたけど、あ、はい、金派と金派とジャニーズ法をぶつけることを内部通算と言ってるだけ、はい、これで学んで帰っていただきますと、はい、ありがとうございます。じゃ最後のあのありがとうございましただけちょっとカオちゃん言ってもらっていいですか、あ、わかりました、いいですよ、せーの、ありがとうございました。さあ皆さん、KTV を最後まで見ていただきましてありがとうございます。そしてチャンネル登録、 LINE アット登録、高評価ボタン、 YouTube へのコメント、よろしくお願いします。また見てね。